こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、モスバーガーでいろいろと買ってきました。すごい、台湾のモスバーガー自動券売機になってます。触るとカイタトラチキューコン店員さんに行きたいと思います。ライスバーガーめっちゃいっぱいあります。ケアティコアテイクアウトスペーシーノースペーシー、何ですか。スペーシーノースペーシースパイシーワン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 。台湾のモスは本当にライスバーガーがめっちゃ多かったです。パンのバーガーよりもライスのバーガーの方が多かったです。すごい、でもライスバーガー私大好きだからすごい楽しみです。で、日本のライスバーガーのご飯とはちょっと違う感じがしました。いや、バーガー全部で9個と、で、これ見てください。見てわかる通りドリンクをね、間違えて大量に注文しちゃったみたいです。ちょっと伝わらなかったですね。ワンワンワンで、これはなんかセットでポテトとかオニオンフライが入ってるのを注文しました。で、ソースはこういうのついてます。食べたいと思います。いただきます。ちょっとね、どれがどれだかわかんないんですけど、ライスバーガー5個と普通のパンのバーガー4つですね。まずちょっとライスバーガーから食べたいと思います。あ、これ多分一番人気って書いてあった海鮮のバーガーですね。これ見てください、ご飯がほら日本とちょっと違うでしょ。キヌアのライスバーガーなんですって。シーフードのかき揚げのライスバーガーです。うん、キヌアの食感がいいですね。美味しいです。で、かき揚げはサクサクしとって、タレは甘辛い醤油のタレですね。日本の味覚と合うと思います。うん、モスのライスバーガーのご飯ってしっかりしとって食べやすい。うん、やっぱモスは海外のモスもすごい体にいいものを使ってるんですね。なんかポテトは似てるような感じ。うん、オニオンフライも。これなんか赤いソースですね。スイートチリソースっぽいです。で、こっちはトマトケチャップですね。で、次はこちらです。目玉焼きとベーコンと、あとパティが入ったのですね。これ定番メニューであるんですかね。もつ煮スミーバーガーに似た感じのメニューですね。でもほら、入ってるベーコンも分厚。ベーコンがね、なんかめっちゃ香ばしくて美味しい。で、目玉焼きもプルプルですね。ソースも甘い感じのソースで美味しい。うん、ちなみにね、セイロンティーのミルクティーを3つと、普通のアイスティー2つと、パイナップルアイスティーを1つです。うん、スイートチリソース美味しい。次はこのライスバーガー、なんかラージ、辛い味って書いてますね。焼肉ライスバーガーですね。それの辛いバージョンだ。この感じは辛いやつっていう意味だよって教えてもらった記憶があります。え、なんかお肉すごいぎっしりじゃないですか。え、美味しい。やっぱりこれちょっと辛いですね。あの、焼肉で辛いタレにつけた時の感じの味です。海苔が入ってる。野菜がキムチっぽいです。まあまあ辛いですね。あ、台湾のモスってアイスティーが普通にもともと甘い。美味しい。あ、ナゲットも入ってた。次はこっちのバーガーです。え、なんだろう、これ期間限定って書いてますね。パティが入ってて、ライムが入ってて、レモンとチーズが入ってるかな。すごいですね。え、このライム絞る感じかな。ハムの塩気とこのライムがちょっとピリッときていいですね。次はこれです。焼肉ライスバーガーのこっちは辛くないバージョンかな。すごい、めっちゃお肉ぎっしりですね。うん、お肉こんだけあったら結構満足できますね。お肉食べたって感じする。次はこちらです。これモスバーガーですね。やっぱり台湾にもモスバーガーはあるんですね。うん、やっぱ台湾のモスバーガーも美味しいです。味はそんなに違いないかな。
次はライスバーガーです。お、これはチキンが入ってますかね。うん、これイカかな。めっちゃ美味しいです。歯ごたえあっていいですね。うん、でソースがタルタルソースですね。で、青のりが混ぜ込んであります。ちょっとわさびが効いてるのかな。なんかちょっとピリッとするような感じがします。香りがいいです。最後のバーガーですね。全然この商品名見ても感じだからわからない。はい、こんな感じです。あ、これ多分照り焼きチキンバーガーだ。チーズも入ってる。うん、あのパイナップルレモンティーってそこにパイナップルの果肉が入ってます。すごい。パイナップルが詰まるけど、でもめっちゃ美味しい。じゃーん、最後のライスバーガーです。これね、元気和牛なんとかなんとかあります。元気バーガーですね。卵とパティが挟まってます。目玉焼きのバーガーのライス版ですね。うん、ライスバーガーバージョンも美味しいです。お肉は香ばしいですね。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。じゃ、台湾のモスバーガーね、めっちゃ美味しかったです。結構ね、日本と台湾で同じモスバーガーでも違うんだなと思ってびっくりしました。ライスバーガーがキノア入りで、しかもあんなに種類がたくさんあるっていうことにびっくりしましたね。ドリンクもね、結構日本とは違うのがいろいろありましたね。やっぱり海外に行くとね、いろいろ違って面白いですね。いや、とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日のご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしい欲しいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。